こんにちは、ガノンドロフの弟です。はあ、今回はビップマッチをガノンドロフを使って遊んでいきたいなと思います。対戦相手のホムさん、よろしくお願いいたします。そう、気づいたんですよ。あ、なんだ、ちょっと待って、それは甘いんじゃないの、ぽいそう、僕気づいたんですよ。スマメイトをやっててですね、ガノンドロフとマッチングして結構ね、負けそうになったんですよ。まあ、勝ったんですけど。で、あ、これガノンドロフが一番強い、もう最強キャラだなってことに気づいたので、今回はね、アップデートで強化されたこともあって、ガノンドロフを使ってね、ビップマッチで遊んでいきたいなと思います。で、まあ、対戦相手の方もガノンドロフを使ってるので、まあ、環境キャラと言ってもね、過言ではないのかなと思いますが、OK、それは見てる。これ行くよ、ドリャ背骨バキ。よし、2試合目やっていきましょう。対戦相手のアクネさん、よろしくお願いいたします。あれですよ、横が僕ですからね、ガノンドロフが僕ですからね、赤色のファルコンは僕じゃないですからね。対戦よろしくお願いいたします。このマッチアップあれだよね、上 B が強化された同士の対戦ですよね。そうなんだよ、ガノンドロフさ、何が強くなったかっていうと、上 B で相手を掴んだ後の後すぎが減るっていう強化内容で、まあ、一応ね、ガノンドロフじゃない、キャプテンファルコンも全く同じ内容のアップデート内容を受けたんですよ。うまいなぁ。声裏返った。うまいなぁってなった。で、そう。どっちも上 B の後すぎが減った、まあ、男たちなんですけど、おじさんたちなんですけど、これがね、結構ね、強くて、なんだろう、俺、ファルコンミラー、ファルコン VS ファルコンで対戦するのは結構得意だったんだけど、この上 B の強化のおかげで、ファルコンミラー結構苦手になってきたんですよね。あ、もう死ぬからやめて。生きてるけど、なんでそう。で、ガロンドルフも強なったから、なんか、あれなんだよな。俺の弱体化なんだよな。ファルコン強くなったはずなのに、ファルコンミラーがなかなか勝てんくなったのと、ガノン強くなったから、また対ガノンも結構難しくなってきて、横の弱体化のアップデートでしたね、これバージョン 11.0。強化のはずなんだけどな。おかしいな。さあ、状況完全五分で、これはね、復帰させていくよ。はい、食え。欲しいけど、崖の展開、もう食うまい。さあ、こういうね、地上の立ち回りで横スマ置くの強いから、どんどん振って、はい、二段攻撃からの、足からの、もう一回足で、ズドン。気持ちいい、このキャラクター。さあ、掴んで、クリスタボーン。欲しい。そう、だから、僕、キャプテンファルコン使いなんですけど、あんまりね、今回のアップデート、実はね、嬉しくなかったよね。動画であんだけさ、ファルコンの神アップで最高すぎるんだがみたいな感じで動画上げてたけど、実はね結構苦しんでますそういう報告ね。さあ、撃墜をされずに撃墜していきたいところ。このステージあれだな、テクトチャットで動く雲があって可愛らしいですね。あ、太陽になってる。あ、これ死んだくない、ブラックサンダー。うわ、もう射撃見に来た。やべえ。対戦相手の町蔵さん、よろしくお願いいたします。町蔵、名前の由来、絶対、射撃見にでさ、ガン待ちするから町蔵なんでしょう。そんなにわかりやすいネーミングルール、ネーミング、初めてだわ。対戦相手の町蔵さん、よろしくお願いします。あのね、スマブラあんまりわかんない人のために説明すると、これね、人が作ったミーなの。で、ミーで対戦できるっていうスマブラ SP からの、まあなんかそのあるんだけど、特にね、射撃ミーを使う人はね、めちゃくちゃ煽ってくる、ニューめちゃくちゃ煽ってくる傾向にあるんですよ。なんかしゃがみ煽りとか。で、なおかつ、先方も結構街寄りで、みんなにね、嫌われてるキャラクターをぶっ飛ばしていく。そう、嫌われてるキャラクターなんで、結構ね、オンラインとかで当たると、うわ、射撃ミーだみたいな、この人、守ってくんのかなみたいな、そんなことがね、よぎっちゃうまで、あんまり
スマブラプレイヤーの中ではね、いい印象のあるキャラクターではないと思うんですけど、まあ魔王ガノンドルフが負けるわけないなと言ったところで、ストック31だいぶ有利を取っていますが、依然相手の戦法変わらず引き寄りですね。これをね対処できないと結構ねムカつくんですよね。スマッシュブラザーズっていうゲーム、そうだからしっかり成敗していきたい。あ、上から帰るの賢いな。うん、この人上手いし全然煽んないし全然いい人だ。決めつけるの良くないもんな。そうだそうだ、決めつけるの良くない。あ、上手い、やめてくれ。オッケーオッケー、これいける気がするわ。復帰はファルコン使いなので上手いと。まだしないよ俺。うん、これをどう崩すかだな。ここ惜しい。はい、 DA 分かってる、いらっしゃいませ。おし、最終試合やっていきましょう。対戦相手のミンさん、よろしくお願いいたします。俺今日だいぶガノンでスマブラやってますけど、マジで無敗ですよ皆さん。すごくない？俺がすごいのか、多分俺がすごいっていうより、俺がすごいっていうより、カノンドルフが強いと思うんですよ。どんだけ噛む。鼻水も出るわ、そりゃ。だから、ガノンドルフの時代来てるんですよ、ここって、ほら。マジで強い、ガノンドルフ。結構ね、コンボするキャラ、例えばファルコンだとか、サルコとかは、ガノンドルフ結構きついと思うけど、そこの対処方法とか学んでさらに次の上のステップに進めば多分オンライン宇宙一になれると思いますよ。これ俺が言うのはあれだけど、このキャラやばいわ。しかも楽しいしね、それが一番大事。使っててさ、楽しくないキャラ使ってもさ、勝ってもなんか味気ないじゃん。塩結びみたいな感じの味じゃん。だけどガノンはいっぱいなんかもうふりかけのりたまに梅干しもつけたよみたいな、もう濃いキャラクターだから使ってて楽しいんですよね。おにぎりの例え下手くそすぎんだけど、わかる人はいますよね。さあ、仕方ない、これは仕方ない、そういう時もある。なあ、落ちちゃったん。崖はどこ？ Where is 崖？ Where is going？いつも選ばれてる。どうしよう、これがさ、この動画、ヨコさんの動画初めてこれ見たんですけど、こんな人だったんですねって言われたくないな。まあ、こんな人なんだけど。惜しい。分かってるよ。いいんじゃないの、上スマッシュ、この、すかしすかし上スマッシュ。あー、出た。今、クエの絶対お尻だったよね。あのクエのボンボンって当たったやん。あれ、右ケツ、左ケツだからね。覚えとって。ガノンのクーエルのケツね、今のは。お尻復帰阻止。クレヨンしんちゃんもびっくり。ブリブリー、ブリブリ。危ない。あの逆向いたら、どう、俺はどっちも見て、掴みを振って。楽しい。スマブラ楽しい。ああ、いいね。うわあ、まあまあまあ、仕方ない仕方ない。なんかね、最近あれなんですよ。自粛期間ってこともあって、いろんなゲームをする機会が増えたんですよ。スプラトゥーンだとか、エイペックスだとか、あと、モンハンとかね。モンハンは俺まだちょっとキャラメイクしかしてないんですけど。やっぱ原点回帰ですね、これ。スマブラが一番楽しいわ、本当に。オッケー、ウィスマッシュ。うわあ、惜しかった。俺、どんどんプンプン。どんどんプンプン。強い。これあれだろうな。テンション高い人苦手な人とか、俺の動画見れないだろうな、今日。うるせえって思われそう。まあいいや。俺は常にうるさい人で行こう。ごめんね。じゃなくて。ちょ不安定なんだけど。今。でもルフレ死んだんじゃない？大丈夫？生きてるかな、あのルフレ。確認しよう、画面で。
生きてるかな。あ、生きててよかった。対戦ありがとうございました。今日の動画もここら辺で終わりにしたいなと思います。いつもはこんなテンション高くないけど、今日だけ許してください。楽しかったです。バイバイ。